全然僕の歌に反応しなかったと思ったら、おじさまお兄さまたちは勝負中だったんですね。多分金かかってると思います。金かかってるに違いありません。という負け惜しみにしておきましょう。ギャンブルには勝てねえな俺の歌は。うわなんかいい感じですね。僕もこういうところで寝たいな。いや、それでは私はアムナートチャルフィン機の車を探します。ヒーローコミックみたいなですね、機体のシートの扇風機バスをゲットいたしました。45バーツでアムナートチャルまで行くそうです。これに乗ってほっとくとウボンまで行っちゃいますんで、とっととアムナートチャル歌って下りたいと思います。さらにあ、ハレーダビッドソンじゃなくてあのサムローですね。三輪バイクの後ろについてる広告だけ、あの広告なの、電話の広告だけラオス語みたいですね。ちょっとびっくりしたんですけど、なんて書いてあるのかな、微妙に読めるんですよ。タイ語とラオス語って近いから微妙に4バーツだっていうの分かりますね。1分、皆さんにあれですけどね、違い分かんないでしょうけどね、微妙に読めるんですよ、違う言葉ですけど。それでは、アムナートチャルに向けてこのバスで戦闘機バスで行きたいと思います。お、戦闘機の形してますね。鳥の形とかタコですよ、タコ。あ、見えないか、遅かったですね。いつもこんなんばっかりだな。やばい、どこでか今メーターが見えたんですけどね、見えねえから、もう一回もう無理だろうな。本日の2本目を蹴り込んだところです。12バーツしました。バスターミナル高いです。というわけでここアムナートチャルーンのバスターミナルみたいですね。よかった夜着かなくて。ここ夜着いたら怖えぞ、マジで怖えぞ。衝撃の事実発覚です。アムナートチャルーンのバスターミナルには ATM 機がない。 ATM 機がない。僕の手持ちのお金もない。で、ATM 機がなくて、ATM 機がないけど、2キロぐらい離れた市場に ATM 機があると。言えるか、バカ。2キロ離れた市場ってなんだ？でも、いいことが一つだけありますね、これ。水牛さんが近くに、水牛さんのビデオが、映像が撮れるっていうのが、なぜここに溜まってるんだ。逃げなくても、アディーカー。逃げた。逃げなくてもいいじゃないですか。こんにちは。あ、逃げる。みんな逃げるんだ。俺が来たら逃げるんだ。草食ってたのに。ごめんなさい。悪かった。どうぞ、草食ってください。続けて。というわけで、誰かに行ってもらおう。これは。2キロも歩けない。この暑さの中。マジかよ。うわぁ、でも夜じゃなくてよかったな。夜来たらこう泣くぞ。あれはあんのか、お風呂は。こんにちは。むちゃ行きたい出費です。バイガーポクシー。バイクタクシーで近くの ATM 機に行って帰ってくるだけで60バーツという。非常に痛いですから、何にもないの。